アメリカ国立公文書記録管理局に保管されているアメリカ合衆国憲法修正第24条アメリカ合衆国憲法修正第24条はアメリカ合衆国議会と衆議会に対して人頭税あるいはその他の種類の税の支払いを理由に連邦政府に関わる選挙権を制限することを禁じている この修正条項は1962年8月27日にアメリカ合衆国議会によって提案され、1964年1月23日に必要とされる数の州によって批准され、成立した。人頭税はレコンストラクション以後に黒人の選挙権を奪う手段として南部の11州で法制化されたが、アメリカ合衆国最高裁判所によって、 意見と判決が出ていた。この修正条項が成立した時点では、まだ、バージニア州、アラバマ州、テキサス州、アーカンソー州及び、ミシシッピ州の5つの州が、人頭税を残していた。しかし、1966年の、ハーパー対バージニア州選挙委員会事件の、合衆国際公裁判所における6対3の、判決で、人頭税は、 憲法修正第14条の平等保護条項に違反しているとして、公式にあらゆる州の人当税は違憲であると宣言されるまで撤廃されなかった。第一節大統領あるいは副大統領、大統領あるいは副大統領の選挙人、または連邦議会の上院議員あるいは下院議員のための予備選挙その他の選挙に対する合衆国市民の投票権は、 合衆国、または、いかなる州も、人道税その他の租税を支払わないことを理由として、これを拒否、または、制限してはならない。第二節連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。アメリカ合衆国議会は、修正第23条を1962年8月27日に、提案した。続いて、 次の州が批准した。イリノイ州、ニュージャージー州、オレゴン州、モンタナ州、ウェストバージニア州、ニューヨーク州、メリーランド州、カリフォルニア州、アラスカ州、ロードアイランド州、インディアナ州、ユタ州、ミシガン州、コロラド州、オハイオ州、ミネソタ州、ニューメキシコ州、ハワイ州、ノースダコタ州、アイダホ州、ワシントン州、バーモント州、ネバダ州、コネチカット州、 テネシー州、ペンシルベニア州、ウィスコンシン州、カンザス州、マサチューセッツ州、ネブラスカ州、フロリダ州、アイオワ州、デラウェア州、ミズーリ州、ニューハンプシャー州、ケンタッキー州、メイン州、サウスダコタ州、批准は4分の3の州の批准により1964年1月23日に完了した。この修正条項は後に次の州によっても批准された。 バージニア州ノースカロライナ州アラバマ州。この修正条項は次の州によって拒絶された。ミシシッピ州マウント、スティーブ、ラティフィケーション・オブ・コンスティチューショナル・アメンドメンズ。2007年2月24日閲覧。ありがとうございます。